When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. はい、おはようございます。昨日尾道からですね、結局、愛媛県の松山まで移動しました。松山で、一泊したんですけど、なかなかいいバイク駐輪場があったので、紹介したいと思います。料金的にはですね、1日200円ですね。24時間で200円なので、すごい安いと思います。で、24時間、警備の人がいるみたいなので、他のバイク止めてる人も、みんなヘルメットとか、あとなんか上着とか置いてっちゃうぐらい、セキュリティがちゃんとしてるっぽいです。僕は荷物ちゃんと持ってったんですけど、松山来ることあれば、バイクで来る人いればおすすめだと思います。では今日も一日安全運転で、ブラブラしてきます。
午前中にですね、松山にいたので、近くにですね、トレゾール元さんっていうカスタムビルダー、まあ同じようなことしてる方がいてですね、個人的に結構いいなと思ってて、せっかくだったので、遊びに行ってきました。シャイなので、ちょっと YouTube とかはちょっと恥ずかしいっていうことだったので、楽しくお話だけさせていただきました。まあお仕事中だったので、ちょっとお邪魔したかもしれないんですけど、楽しい時間でした。バイパスとかも乗ってみて、最高時速はだいたい90キロ前後ですね。頑張れば90キロ前後なんですけど、スプロケとか変えれば全然最高速は伸びそうな感じです。で、結構ギア比とかも、まあ中低速重視なんですけど、粘りがあって乗りやすいです。4速とかでも結構下から、頑張ってくれるので、なんか軽トラのギア比みたいに乗りやすい感じでしたね。もう多分200キロぐらい乗ったのかな。お尻は痛くならないですね。やっぱすごい肉厚なシートなので。で、純正でこういうちょっとカスタム風な仕様になってるので、結構しっかりいろんなところはカバーとかしあって、スカチューン風ですけど、カバーはしっかりしてありますね。剛性感もありますね。足硬いなって思ってたんですけど、80キロ以上出すんであれば、このぐらい硬くないとダメなのかなっていう感じはしました。あとやっぱり感じたのは、非力なバイクほど上手い下手が出るなと思いましたね。特に小さいコーナーとか、上り、下りとか、結構タイトなところいろんなとこ走ったんですけど、ヒラヒラして面白かったです。バイクってやっぱり排気量多いと、大きいと、なんか、ごまかし効くんですよね。ガバッと開ければ、勝手に、エンジンがついてきちゃうんで、こういう小さいエンジンだと、本当に、ギア比も適切に選んで、パワーバンドちゃんと維持しなきゃ早く曲がったり、早く走れたりしないので、すごく勉強になりました。たまには、小さいバイク、長い時間乗ってみるもんだなと思いましたね。まあ、これからまだ、尾道まで、あと50キロぐらいあるので、のんびり帰りたいと思います。ではまた後ほど。
はい、というわけでですね、広島から帰ってきました。今もう朝の4時ぐらいですね。なぜ広島に行ったかというと、はい、 TW の2号機目ですね。2号機目の TW を、買い取らさせてもらいました。ちょっとまた手直しとか、あると思うので近況とかまた、報告すると思います。ちょっと、弾丸だったんでちょっと疲れましたね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。